タルラー・バンクヘッドは、アメリカ合衆国の女優。トークショーの俳優だけでなく、美食家でもあった。アラバマ州ハンツビル生まれ。父は、政治家のウィリアム・ブロックマン・バンクヘッドで、母は、アデレード・ユージニア・バンクヘッド。タルラーという名は、父方の祖母の名から取られた。タルラーの母・ユージニアは、敗血症のため、 彼女が生まれてから数日後の1902年2月23日に亡くなった。タルラーは自身をぼっちゃりした、とても家庭的な子で遺伝性の気管支援のため声がしわがれがちだとした。一方、人々は彼女を目立ちたがりやな子だと評した。バンクヘッド家は、 民主党の有力なメンバーで、彼女の父親は1936年から1940年までアメリカ合衆国会議長だった。おじは W. ジョン・ H ・バンクヘッド通常委員議員で、祖父は W. ジョン・ H ・バンクヘッド上院議員。彼女自身も民主党員だが、家族よりリベラル色が強かった。バンクヘッド家はタルラからトラブルを避けるために、 彼女を様々な学校へ送ったことがあり、カトリック系女子修道院に一年間在籍していたこともあった。母親が死んでから、タルラーは黒人女性の乳母によって育てられた。あと、ホワイトハウスに招待された時、タルラーは母親同伴ということで、この黒人女性を伴ってホワイトハウスに入った。これが史上初めて黒人が、 ホワイトハウスに入った瞬間であった。15歳の時に雑誌の美人コンテストに入賞し、ニューヨークに移る。タルーラは、ニューヨーク市のストリート、ルーク・エス・ホスピタルで、インフルエンザによる肺炎にかかり、それが、肺気腫へと悪化し、コデイン、バーボンと言い残して、1968年12月12日66歳で、亡くなった。遺体は、 メリーランド州チェスタータウンのセイント・ポールズ・チャーチアードに埋葬された。死後、映画産業への貢献への感謝が認められ、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム6141ハリウッド・ブール・バールに、スターが上がった。ありがとうございます。